2月 2月27日土曜日に新宿レッドクロスでワンマンライブをやることになりました。2006年にザ・ハングオーバーズというミニアルバムでデビューしました。それから15周年記念ということで、2月27日のライブではそのミニアルバム「ザ・ハング・オーバーズ」を再現しようと思います。さらに他にもたくさんの曲を演奏できればいいなと思っています。こんな時期ではありますが、よろしければぜひご来場ください。詳細は追って発表しますが、もし今の時点でチケット予約してくれるという方がいらっしゃいましたら、DM やメール等でメンバーまでご連絡ください。緊急事態宣言が解除されていたとしても、人数を制限した形での開催になると思います。ご予約はお早めにお願いします。上あと何？まあでも今上手に言えたんじゃない？手でしょ。2回ぐらいええって言ったけど。いや、言った？言った。ちっちゃく言った。気づかなかった。のに何入ってるかとか言う？よ、それはそれで取る。いや、もうまだずっと回ってっあ、から。回ってる。今のはいいんじゃないですか。6曲入りミニアルバム、はい、ザ・ハング・オーバーズは、曲順が、最初が、フルアライト。2曲目が、シャローナ。3が、銀色ミサイル。4が、あのクロスロード。5が、シーダズ・イット・ライトで、6が、ビニール傘の歌ですね。いやー、しばらくやってないやつあるんじゃないですか。そうですね。しばらくぶりな。だいぶやってないんじゃない？だいぶやってない。ビニール傘とか。シーダズ・イット・ライトもだいぶやってない記シ憶。ーダズはちょいちょいやってんじゃないの？やってるか。ビニール傘の歌の方がやってないか。と思うけどね。わかんないけど。まあ、ジュンさんとそうっすね。合わせて、どうなるか、そうっすね。僕たちも楽し楽み。しみですよね。そうですね。今までそういう記念何周年みたいなのをこうやってこなかったそうですね。んだよね。この前そう、のこがの初か。間、その前の、2の10周年みたいなのが初。やった。でも、結成20周年とかも何もせず、そうだね。メンバーも変わってるし、なんかあんまりそのそうだ自ね。分たちでとか思っていたんですが、そうね。まあね、いろんなことにカッコつけてやっていきたいと思ってます。そうですよ。これが、ハングオーバーズミニアルバム 15周年。15周年、次は何をどう周年にできる？次なんか2の2の周年、いつぐ15らい周で？年。そう、2022年。しばらくいけるんですあ、よ。しばらくいけますそう、ね。なるほど。まあ、それまでにはというか、もう新しいまあ曲そうもですどんね。どんお届けできればと思いますので、今年もよろしくお願いしまぜす。ひよろしくお願いします。バイバイ。